太田のお宝を探して発見隊がやってきたのは早朝の羽田沖。こんな朝早くに誰もいないと思ったら、あそこに人影が。これからどちらへ？これからね、電磁丸でアジとカサゴを釣りに行くんですよ。へえ、釣りですか。いいですね。一緒に行きますか？いいんですか？それではお言葉に甘えて。向かった先は羽田沖のとあるフィッシングスポット。一体どんなお魚が釣れるのかしら。うわー、すごい。これはちょっと大物みたいですね。28センチというのは30センチです。わあ、立派な羽田産のカサゴですね。ということで、今回の太田のお宝は羽田産の新鮮な海の幸。江戸時代から良好な漁場として栄えた羽田沖では、アナゴをはじめカサゴやアジ、エビやアサリなど様々な魚介類が取れるんです。今回こちらのご主人が釣ったのはカサゴやアジ、そしてアナゴも。これからお家に帰って食べるんですか？お客さん用です。お客さん用？というのも、実はこちらのご主人、羽田で料理屋を営んでいるんです。ご主人自らが羽田沖で釣ったその時期で一番おいしい魚を味わえるこちらのお店。一番人気は旬の刺身とカルパッチョ、天ぷらをセットにした釣りバカセット。またお店ではアナゴの白焼きやアサリの釜飯、タコ料理なども人気です。そんな美味しい海の幸目当てに、お店には開店と同時にたくさんの人が訪れます。この辺はやっぱりアサリ、シジミ、あとメバル、カサゴですね。近場で6、7、8はタコが旬、あとアジ。私は週に1、2回釣りに出ますから、釣りたてをお客さんに東京湾の本当に美味しいとこ召し上がっていただいて、それで40年頑張っています。こちらのお店以外にも大田区には地元羽田で採れた新鮮な海の幸が味わえるお店がたくさん。アナゴのお寿司で有名なこちらも地元ネタにこだわるお店の一つです。太田の一品や太田一押しグルメにも選ばれたこちらの自慢の品は、アナゴ寿司とアナゴの箱寿司。肉厚で脂の乗りがいい羽田産のアナゴのお寿司、美味しそうですね。こうした羽田産の海の幸を気軽に楽しんでもらおうと、京急電鉄が大田区と連携して、この4月から乗り降り自由のフリー切符と江戸前料理の食事券などをセットにした大田江戸前切符を販売。京急線沿線にある10店舗でアナゴ丼や江戸前寿司など地元の海の幸を使った料理などが味わえます。四季折々の味覚で今も昔も多くの人たちも舌を喜ばせている羽田産の海の幸、これぞ太田のお宝です。